博多区須崎町にすごいところを見つけました。山笠用品、神田さんですね。見てみましょう。山笠の、用品が売ってます。山笠の時期はじゃあめっちゃ売れるんですよね。うん、多いですよ。多いんですよね、うん。これファッション丸ごととかで買っていく外国人の方とかもいるんですか？まあ欲しいっていう人はおしゃですね。ちなみに外国人に人気のものは何でしょう？ハッピー。ハッピー、ハッピー。ハッピー。水ハッピー。水ハッピーですか。あ、これは人気なんですね。へえ。お土産とかでじゃあ結構買われる方多いんですよね。いや、そう、多いわけでもないけど。お家で着るのかな？外国人には。あ、でも博多って書いてある。そう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 。うん、あ、でもいいですね。小物とかも結構売れるでしょう。うん、そういうのはね、うん、まあ珍しいお土産としてね。これちょっと海外ね行くときお土産で持って行ってもいいですよね。そうそうそう。いろいろいろんなの売ってます。なんかこんなのとかも好きそう、外国人。へえ。私昔から思ってたんですけど、走ってて、うん、ふんどしとか取れないんですか？締め込みね。締め込みね。あのね、うん、子供とかね、まあじいちゃんとかね、うん、落ちそうな人はおる。あの実際走ってて落ちたりとかも。子供はね、うん、まあ子供は落ちてもいいけどね。いや、さすがに大人はそれはないよ。あ、そうなんだ、うん、なんかいつも走っててね、こう大丈夫かなみたいなね。大人はそれはない。へえ。これ何百年前からあるんですか？約800年。800年、うん、すごい歴史。福岡に来たらぜひここ寄ってくださいね。ホテル大倉から近いですね。もうすぐそこ。はい、すぐです、うん、地図も載せときましょうね。